政治家の給料を一律500円にします。少し安すぎないか。仮に500円にしたとして、今まで給料に当てた分はどこに使うんだ。社会保障に当てます。具体的にどこに使うんだ。まず幼稚園から大学までの授業料を無料に、出産一時金を500万円にします。なら500円でもいいよ。でも僕たちの給料下げたとして財源が足りないと思うよ。どうするのさ。法人税を 40% にし、累進課税制度の所得2000万円以上のパーセントをゲロ上げします。それはあまりにも実業家や起業家がかわいそうじゃないか。ならば他国に戦争を仕掛けましょう。戦争は絶対ダメだ。そんなことして得するやつなんて誰もいない。その声が聞きたかっただけです。あんまり野党を試すな。話をそらすな。具体的にどうするんだよ。その点は大丈夫です。所得2000万円以上の方にアンケートを取ったら 99% が賛成してくださいました。優しい世界。ホリエモンだけ反対でした。野菜食べてて偉い。新たに同性婚安楽死制度、週休3日制の法案を認めたいと思います。ちょっと待った。消費税廃止を忘れてるぞ。あ、すいません。消費税廃止、ついでに所得税も廃止します。国家予算減りすぎるだろう。国を潰す気か。まあ他国を攻めたり攻められて潰れるより、斧が手で潰れていく方が綺麗で潔いのではないかと思いますか。確かにその通りだな。我々が生きてる限り問題はなくならないのだから。我々が死ねばこんな国会も開かなくていいのだから。はい、じゃあ終わり。民主党のみんな、この後公明党と焼肉行くけど行く？ヤジの練習するん？そっか、頑張って。岸田さん、撫で方コンプレックスらしいからそこついたらいいよ。はい、お疲れ。これはこれでありか。